皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の書き取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の書き取り、その15。第1問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第2問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第3問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第4問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第5問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第6問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第7問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第8問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第9問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第10問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第11問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第12問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第13問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第14問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第15問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第16問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第17問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第18問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？答えの漢字はこう書きます。第19問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか？
答えの漢字はこう書きます。第20問、次の文の下線部の漢字はどう書きますか。答えの漢字はこう書きます。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。